ロスジェネ女子集まろう。逆転人生取り戻しに行きましょう。イエス。今度10月ですね、24日の土曜日17時から飯田橋でロスジェネの女子会をやりたいと思います。氷河期世代で頑張っている女性の方々、氷河期世代で、まあ、男性の方とかにも話しづらいこととか、子育てのこととか、今後の働き方とか、そういったものをぜひ皆さんでシェアしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。就職氷河期当事者全国ネットワーク代表の増山玲奈です。今までロスジェネ食堂は東京や名古屋などでも開催してきました。こういった形で女性たちだけにフォーカスしたロスジェネ女子会っていうのは初めてになります。で、皆さん話しにくいことなどもあるかと思うんですけれども、ぜひそういった問題をお一人で抱えて悩まないで、みんなで、分かち合いながらが、発信を、そして解決法を考えていけたらと思っています。私のもとにも、3月にコロナの影響で仕事が減ったことをきっかけに、ネット風俗という、部屋でこうそういったことをしているっていう話をお聞きしています。子育てで悩みながら、そういったお一人で悩まれている女性たちにぜひ集まっていただいて、一緒に美味しいお食事をしながら、そしてお話をさせていただけたらと思います。お待ちしてます。よろしくお願いします。